ドエクスペリエンスオンラインをご覧の皆さん、こんにちは、竹尾です。今日からですね、4週にわたって、紹介するのはシュートレベル2です。前回、シュートを紹介させてもらった時にですね、普通にボールを持って腰を下げてシュートを打つ、これだけを紹介させてもらいましたが、今日から4週にわたってやりたいのはですね、ボールを一旦投げてボールをもらうところからシュートにつなげる。前回ボールのもらい方3種類、ストライドストップ、サイドストップ、ジャンプストップ、これらをやってきましたが、この止まり方とシュートを足して一連の流れでシュートしましょうという、このシュートのレベル2ですね、この練習に入りたいと思います。今日はですね、ボールのもらい方3種類の中から1つ選ぶのではなくてですね、本当基本が基本的なボールのもらい方を紹介したいと思います。まずやりたいのはですね、ボールを一旦バックスピンをかけて落とします。そしてもらうときにですね、足を大きく前後に開く、こうして、ジャンプして着地してください。で、この後に後ろの足を前に持ってきてシュートのセット、シュートを打つ、この流れですね。このもらい方、下半身からしっかりそのままシュートのセットをしてシュート、ここまでの一連の動作を、ぜひ皆さんにもつなげてやってもらいたいなと、思います。で、今やったのはですね、左足前、右足後ろ、こういう状態でやりましたが、これは右足前、左足後ろ、どっちも均等に練習するように今のうちから、しておいてください。これを、一連の動作でやってみます。まずは正面を向かってやります。こうですね、もう一度いきます。大きく両足を開いて、リズムよく前に持ってきて、そのままシュートです。逆の足を振ります。はい、前回シュートの時にですね、注意事項として、少し内股になること、そして自分の利き手、僕でしたら右手なので右足が少し前に出るようにしてあげてください。これはどっちのもらい方の時も足を少し前、逆でも右足が少し前、左利きの人は左足が少し前というふうに、これを確認しながらやるようにしてあげてください。あともう一つ注意事項としてはですね、足を広げてもらうときにできるだけ大きく開く練習を今の段階からやっておくようにしてください。これですね、足が開くようになったら、僕は再三言ってます、バスケットボールポジション、もう縦にも前後にも横にも動ける最強のポジションです。これがこの姿勢をしっかり取れるようにして、足を持ってくる、腰は低いまま、そのままシュート、これを意識してあげてください。はい、今日、シュートレベル2、1周目は以上になります。このもらい方とですね、シュートを連動させて、ゲーム中の自分の姿や実際にゲーム中じゃなくてもですね、シュート、自分がシュートしているところを想像してたくさん練習してください。はい、今日は以上になります。